1>, 先週1週間の新型インフルエンザ患者数が青森と徳島県を除く45の都道府県で減少していることが分かりました国立感染症研究所によりますと6日までの1週間に新たに新型インフルエンザに感染した患者数はおよそ150万人で前の週の189万人から2割減少しました 青森県県県と徳島県を除く45の都道府県で減少しています。流行のピークを超えた可能性がある一方これから本格的な冬を迎えることから厚生労働省は一時的な減少の可能性もあり推移を見守りたいとしています。